国際空港はパナマのパナマシティ東側郊外にある国際空港コパ航空の本拠地である2006年に大幅拡張改装を行った中央アメリカで最も乗降客の多い空港であるパナマ運河を他国からの侵略から防護するため数カ所の空港が建設されていたが日本海軍の真珠湾攻撃の後からはパナマのすべての空港は米軍にのみ 使用許可が出されていた。現在の特面地域に最も近い飛行場はパイティージャポイント飛行場で、他にも数カ所の飛行場がパナマ運河を他国の侵攻からの防衛のために建設されていた。第二次世界大戦後、1947年6月1日に特面国際空港が開港。7年後には旅客ターミナルジムムネビルが完成し、 その空港ビルは720ヘクタールの面積で、海抜38メートルに建てられた。その後パナマが中南米地域のハブとなるにつれ通過する旅客や、航空交通量が増えビルの規模が不足したため、1971年に新ターミナルの建設が開始された。土地改良と匿名側の移設を経て1978年8月に完成し、9月より供用開始された。 現在でも同時に2機が着陸できる滑走路が併設されている地域最大級の空港となった。1981年には軍政により同年に飛行機事故死した元国家主席オマルトリホス将軍にちなみオマルトリホス国際空港と解消されたが、1989年の米軍パナマ進行後、ノリエガ政権が倒れ、名称は元に戻された。 元々の滑走路は、現在主に貨物機とビジネスジェットに使用され、現在の使用滑走路は3050メートル45メートルの規模。A3R 方向では、ILS カテゴリー I 使用下で、主に旅客機用として使用されている。2003年には、特面国際空港会社が設立され民営化された。ありがとうございます。